おつとも駅は、青森県上北郡東北町和座城笹橋にある、青い森鉄道青い森鉄道線の駅である。日本国有鉄道、東日本旅客鉄道時代2月からには、特急初0りが1日1往復停車していた時期も、あった。短式ホーム2面2線を持つ、地上駅である。平成初期までは2面3線で、廃止された中線は、特急、 貨物列車の対比などに使用されていた。現在は、河川が撤去され、保守用車両の留置線となっている。互いのホームは、湖泉橋で連絡している。野辺寺駅管理の直営駅。窓口があるが、自動券売機は設置されていない。窓口の営業時間は6時20分から14時10分で、ある。なお、JR 時代は、 直営駅で出発窓口が設置されていた。2010年度の1日平均乗車人員は226人であった。双方とも10鉄バスによって結ばれている。かつて、大津友駅から上北鉱山までの全長 28.4km を結ぶ軌道が存在していた。正式名は、坪川林道り1919年に開業し、 鉱山へ向かう人員や上北鉱山の産出物、坪川流域の林産物の運搬を行っていた。物資の集積された、おつとも駅周辺は製材所が立ち並ぶなど、大いに発展した。1960年に鉱山軌道が撤去された後、1963年に廃止された。現在、軌道跡は、その一部が、農道や水路に転換されているのみで、 面影を残すところは少ない。おつとも駅から緑の大地とロマンの森公園へと向かう道路はその一例である。東北町市年表257ページ昭和編。これにおつとも駅に特急列車停車の記載あり。東北町市年表224ページ昭和編。これにおつとも駅の貨物集約が実施され専用線撤去の記載あり。 おつとも駅、青い森鉄道、2021年4月11日閲覧。おつとも駅、青い森鉄道、2021年4月11日閲覧。ABCDE 国土数値情報国土、交通省、2019年7月2日閲覧国土、数値情報統計情報リサーチ、2020年8月28日。 閲覧国土数値情報統計情報リサーチ。2020年8月28日。閲覧国土数値情報国土交通省。2020年9月12日閲覧。青森県市。青森県市編纂委員会。参考記録。おつと森林鉄道跡。山レコ。2020年4月30日閲覧。令和3年3月13日ダイヤ改正に。ついて青い森鉄道。 ありがとうございます。